東京在住、0歳児育児中。このご時世に何の用なのか知らないが、新幹線の距離に住む友人を再来週うちに泊めていい。と旦那が言い出した。言い訳ねえだろ、バカじゃないの。しかも、その旦那友人、コロナ感染リスクトップクラスの某業種な上、医者ではない、感染者少ない地方だからって、キャバクラやら婚活アプリやらで遊び歩いてる人なんだよ。だから、言い訳ないじゃんと断ったら、じゃあ、その日だけ子供連れて実家に行けない？昔、友達呼ぶなら、私は実家に泊まるって言ってたよね、と、またバカなこと言い出した。あのさ、それって、コロナが猛威を振るう前の話だよね。今の東京のコロナの惨状知ってるよね。我が家から、私の実家、隣県、田舎は、電車とバスを、乗り継ぎ2時間半かかる距離よ。我が家は車がないので、電車移動必須。なんで、この寒空の下コロナや、その他感染症のリスクにさらされながら、乳児抱えて、私が追い出されなきゃならないわけ？万が一私が、実家にコロナ持って行ってしまったら、うちの家族は、地元で針のむしろだ。なんで、そんなリスクを負ってまで、旦那友人止めなきゃならないわけ？そもそも、うちの実家を、便利な宿みたいに使うなよ。コロナなくても乳児連れての帰省が、私も子供も受け入れる側の家族も、どれだけ大変か想像できないのか？ということを言ったら、そういうことを聞いてるんじゃない。なんで質問に答えないの？イエスかノーで答えて、って、なんで頼む側のお前が上から目線なんだよバカ通り越して、逆にすごいよね。感心するわ。最初に言い訳ないじゃんと断ってるのに、実家にからとか食い下がってくるから理由を述べたんだよ私は。反論できないからって、質問に的確な返答ができない愚かな女、エミみたいに論点すり替えて、逆ギレか、増してんじゃねえぞ。しかも、どうせ、嫁が文句言うから、みたいに、私を悪者に仕立てた返信しようとしてるんでしょと言ったら、被害妄想強いから、俺が何言ってもそうとしか思えないでしょ。だから答えないとか言って答えないんだわ。お前こそ、質問に対して、イエスかノーで答えてねえだろ。ダブスタ野郎が。子供がいるから安易に離婚だ。とか言いたくはないが、これ以上、こいついない方がマシだな。レベルの害悪になり下がったらやむなしだよな。今でも十分害悪だから、証拠集めの記録はコツコツ取ってるけどな。そもそも、その友人は何しに来るわけ？わからん。コロナ前までは、仕事関連のセミナー的なもので、定期的に、東京来ては我が家に泊まっていたけど、今、このご時世でやってるとは思えないしな。そういえば、コロナが、ここまで猛威を振るう前、座りで生きるカバネ状態の時も、普通に、この友人を泊めたのも、思い出して、余計に腹が立ってきた。当時住んでいた家は2部屋しかなかったので、一部屋を友人に提供し、旦那は夜中も吐きまくってる私の隣でのんきにいびきかいてて殺意が湧いたわ。学生時代からの長い友人らしいから大切にしたいのはわかる。だから、妊娠前コロナ前は特に文句も言わずに受け入れていたけど、昔と今とで状況が変わったことを理解せず、前はこう言ってたのに約束破るのか、と切れる意味がわからんわ。